シアス三つ国トレッドだーす。ということで今回の企画はなんとこのモンキー125ヒザルのマフラー、アクラポピッチのマフラー入れてるんですけども、これをねこれつけます。完全体にするだす。これつけてる人多いと思うんだけど、こっちもねあの別売でも売ってるんで、これをねあのどれだけ違うのかっていうのをちょっとね検証動画としてもあのやっていきたいと思うんで、皆さんよろしくお願いします。じゃあちょっと一回それを、はい、今ついてるやつを、今ついてるのがこれ、はい、これが交換前ね。交換前だす。アクラポピッチのマフラーエボリューションさせて完全体にするだす。ということでマフラーを一回全部取る。はい。ということで六角レンチで。いやさ、これこのマフラーもさ、これだけで9万3000円ぐらいしたんだね。マジでモンキーのマフラーって7万あればね、そこそこ本当にいいやつ買えるんだけど、これだけで9万して、このヘッドハウスのそのパイプの部分入れると俺13万ぐらいかかってるんだよ。俺14万ぐらいかかってるの。これだけで4万4000円ぐらいしてるから、高くね？本当に普通に考えてめっちゃ高いよ。なるほどね、こうなってんだ。そしてちょっと待ってね。相当きついよこれ。引っ張るからさ。なるほど。これがさ、意外になんていうの、あの車高を下げてたんだよな。マフラーの。根元を取り外す。おお、なるほど。お、外れてきたね。やっと取れた。ダース取れました。太鼓。いや、見た目が随分すっきりしたというかね。マフラーなくなっちゃったよ。何これ。なんかね、何これって感じだよね。なかなかこの辺さ、マフラーついてるないからさ、一応手かけとこうか。おう！
上して、うん、あの黒いのも、うん、使わないってこと？使わないの。ああそうなんだ。あれがもともとついてたのがノーマルのマフラーについてたやつをこれ使ってたんだけど、はい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 、それをもうこれアクラポピッチのマフラーっていうのはもうこれなのよ。ああなるほどね。そう、それに変えたとか全部。車高ちょっと高くなったね。高くなったよ、だから。そうなの。上がったよね。見た目。もうすっきりしてんじゃない？そう。これで音質とかさ、音量がどこまで変わるのかだよね、あとね。見た目見てよ、ちょっと撮って。マジでさ、車高めっちゃ上がったよ ね。ここなくなって、うん、これだけになってすっきりした。まあまあ、ほんとついてるっしょ、うん、っていうことでサウンドチェックだ。増したのと、うん、パンパンパンという音がね、高くなった音が、パパパパパっていうの、うん、やばいな、またうるさくなってしまった。
じゃ分からんけど、多分パワー上がってるな、うん、この部分相当パワーを露出してたような気がするよ。これでまだちょっとね、普通に走ってみないと分かんないね。でもそれはまあ次のね、あの動画の時とか、ね、この動画を上げる時にどうだったのかっていうのはね、ちゃんと検証してやっていきますわ。でも音が変わったのは間違いないね。完成だっす。お疲れ様でした。お疲れ様でした。